どうも、ゆっくり霊夢です。同じくマリサだぜ。ねえねえマリサ。なんだ、しくた赤まんじゅうよ。三重県の方言で、やったたず、出てそそないって意味の言葉じゃないよ。私は可愛くて有能な巫女なのよ。失礼しちゃうわ。突然変なこと言ってきた代わりに、今日も何か怖い知識を教えてよね。仕方ないが、いいぜ。じゃあ今回は、危険すぎる、絶対にやってはいけない闇バイト9選、を紹介するぜ。最近世間を賑わせている、闇バイト、裏バイトの話題ね。そうだぜ。最近この手の悪いニュースが尽きないが、仕事内容や募集の仕方がとても巧妙化してきているんだ。中には一見すると、闇バイトだと気づかないような文言や、業務内容で人員募集をかけているパターンがあるんだぜ。なので今回は注意喚起も含めて、様々なパターンの闇バイトについて解説していくぜ。知らない間に騙されていた、なんてことをなくすためにも、こういった知識も必要よね。そういうことだ。なお、この動画は悪事を助長する目的で作っているのではなく、注意喚起として作成しているぜ。わかったわ。くれぐれも視聴者のみんなは手を出さないようにね。前置きが長くなってしまったが、早速解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。一つ目に紹介するのは、飛ばし携帯のバイトだぜ。飛ばし携帯？どこか遠くに携帯を投げ飛ばすバイトかしら？全然違うんだぜ。この場合の飛ばしは、逃げるという意味に近いな。このバイトは、自分の名義で携帯電話を新しく契約し、それを依頼主に渡すだけという、かなり簡単な仕事だ。しかしその携帯は詐欺グループが使うためのものになる。要は、足のつかない携帯電話を大量に確保するために雇われるバイトということだぜ。足のつかない携帯を大量に？どういうこと？実際に悪事を働いた時、携帯番号などから犯人がバレてしまうとまずいだろう？しかし何の関係もない人間が契約した携帯なら、自分までたどり着かれることはない。携帯やスマホを新規契約して貸すだけというバイトには、こんな闇が潜んでいるということだ。なるほどね。でも携帯を契約するだけじゃ、バイトした人は罪にはならないのよね。いや、このバイト自体が詐欺へ加担したことになるぜ。悪事を働いた本人ほどの責任を追及されることはないが、それでもかなり取り調べなどを受けることにはなるだろう。そうなのね。自分が知らないうちに、自分名義のスマホが悪事に使用されているかもしれないって怖すぎるわ。このバイトの募集要項には、本体代、通信費、解約金はすべて雇い主が負担し、その上で報酬を払います。なんて、お得で楽なバイトを匂わせることが書かれていたりするが、実際は携帯の受け渡しだけしたら相手業者との連絡が取れなくなることがほとんどだ。もちろん契約にかかった費用も、バイト代も支払われないんだぜ。バイト代を稼ぐどころか、契約や解約の経費を全部負担して、しかも罪まで被せられちゃうってこと？最悪じゃないの。そういうことだぜ。このバイトはツイッターなどで募集されていることがあるが、見つけても絶対に関わってはいけないぜ。二つ目に解説するのは、口座レンタルだぜ。これはきっと、銀行の口座のことよね？そうだぜ。名前の通り、自分の銀行口座を他人に貸し出すというバイトだ。1日1万円で2週間ほど貸してください、みたいな募集内容が多いようだぜ。口座を貸してほしいなんて怪しすぎるんだけど、一体何のためなの？これも根本的にはさっきの、飛ばし携帯と同じだぜ。詐欺などの犯罪、主にオレオレ詐欺や闇金で利用するために、無関係の人間の口座を使用するんだ。じゃあ、自分の口座が犯罪に使われちゃうってこと？そうだぜ。なのでこのバイトに応じて口座を貸し出すと、そこに詐欺で集められたお金が次々と振り込まれていくというわけだ。何それ、怖すぎる。そして、貸し出した口座は2週間ほどで凍結されてしまうことも多いようだな。しかも、バイトの報酬がもらえないことも頻繁にあるそうだぜ。どう考えても怪しいバイトなのに、どうして引き受けちゃう人がいるのかしら？どうやら、知人から紹介されて誘われるパターンが多いようだぜ。家にいるだけでお金が入る、リスクゼロの在宅アルバイト、というような謳い文句で勧誘するらしい。そんなうまい話あるわけないのに、騙されちゃう人もたくさんいるのね。知り合いに誘われたら、美味しい話だと思って飛びついちゃう人もいるのかもしれないな。そして知らず知らずのうちに犯罪に加担してしまうのね。気をつけないとだわ。そもそもが犯罪に使われなかったとしても、銀行口座の名義貸しや口座貸し自体が違法だからな。絶対にやってはいけない行為だと肝に銘じておいておかなきゃね。三つ目は、カードローンバイトだぜ。これもバイト自体が詐欺行為になってしまうぜ。これは、どんな内容のバイトなの？これもやること自体は単純だ。指定された消費者金融の会社でお金を借りるというだけだ。
もちろん借りたお金は持ち去られるし、それだけじゃなく、返済義務は自分が被ることになってしまうんだぜ。最悪ね。でも、これはさすがに怪しすぎて、騙される人なんかいないんじゃないのかしら？そこは騙す側もかなり工夫しているぜ。例えば、以下のような文言を使ってそれっぽく偽っているんだ。消費者金融会社の覆面調査のため、実際にお金を借りに行ってほしい。もちろん返済リスクはない。なるほど、覆面調査っていうのはそれっぽい理由ね。あとは、カード会社の税金対策のため、と謳っている場合もあるらしいぜ。税金についての知識がある人なら変だと気づけるだろうが、詳しくない人は騙されてしまうこともあると思うぜ。これって本当に返済しなくちゃいけないの？騙されたんだから被害者じゃない。それは微妙なところだぜ。弁護士に相談すればもしかしたら減額くらいはできるかもしれないが、あくまでも自分の意思と名義で借りているわけだから、負債をゼロにするのは難しいと思うぜ。そうなる前に、絶対にこんなことに関わっちゃダメね。四つ目は、パチンコの打ち子だ。打ち子？うどんとか打つ時に使うやつかしら？それは、打ち子、だな。これは頼まれて誰かの代わりにパチンコやスロットを打つ人ということだ。違法にならないケースもあるが、場合によっては犯罪になることもあるから、気をつけなければいけないバイトだ。頼まれてパチンコするって一体どういうことなの？例えば霊夢が当たりが出そうな台を二つ見つけた場合、一人では打ち切れないだろ？なるほど、そういう時に代理で打ってくれる人が欲しくなるってことね。そういうことだ。当たった総額のうちの何割かを分け前としてもらえるというのがこのバイトの報酬パターンのようだな。そして打ち子はどの台を打つかを雇い主に指定され、その台を朝から閉店まで打ち続けるそうだ。中には当たりや回転数のデータ収集をする場合もあるが、本当にただ打ち続けるだけという場合もある。へえ、それだけでいいのね。でも、場合によっては犯罪になる、ってどういうこと？例えば雇い主がパチプロの人で、当たりやすい台を代わりに打ってほしい、とか、データ収集のために打ってほしい、という内容なら違法にはならないぜ。しかし、店舗側から台を指定されるようなケースは犯罪だぜ。店舗側はどの台を打てば当たりが出るか把握しているから、その台を打てば間違いなく当たるんだ。これは業務上横領罪や、窃盗の共謀共同正犯に当たるため、打ち子も有罪ということになってしまうんだぜ。なるほどね。じゃあ店舗じゃなくて、個人からの依頼ならセーフってことね？いや、そうとは限らないぜ。個人からの依頼でも、実は裏で店舗や店員が絡んでいる場合がある。パチンコが好きな人にとっては、打ち子はただ打ち続けるだけでいい理想的なバイトかもしれないが、気づかないうちに犯罪者となってしまうリスクがあるんだぜ。それは怖いわ。いくら個人からの依頼に見えても、念のために関わらない方が良さそうね。5つ目は、マグロ、カニ漁船だぜ。漫画とかで借金返済のために乗せられるやつね。あんなの本当にあるのかしら？もちろん実在する仕事だ。ただ、このマグロカニ漁船系のバイトは違法ではないものの、素人には務まらないほどに過酷だという意味から、やってはいけないバイトに加えさせてもらっているぜ。確かに過酷とは聞いたことがあるけど、どのくらい過酷なの？そのあたりを解説するぜ。マグロやカニ漁船は、未経験でも稼げるから、と。闇金からの借金が返せなくなったような人が、この仕事を斡旋されるパターンが多いそうだ。あとは普通に正規の求人情報から、自分で申し込むこともできるようだぜ。普通に求人サイトに載っていたりもするのね、驚きだわ。この仕事は一度漁に出たら、その後はずっと海の上での生活になるぜ。例えばカニ漁船なら、3ヶ月間は極寒の海で生活することになるそうだ。3ヶ月間も、激しく揺れる船の上で生活しなきゃなんて、想像するだけで怖いわ。しかも場合によっては、毎日20時間の労働が課せられることもあるそうだぜ。肉体的にも精神的にも過酷ね。ただ、きつい仕事である分、お金はかなり稼げる。月収100万円以上、当たればそれ以上の金額を稼ぐこともできるんだぜ。収穫によって変動することもあるが、そこらのバイトよりはるかに稼げるそうだ。だから借金返済のためにやらされるのね。でも命がけよね。ああ。稼げるとはいえ、想像を絶する過酷な仕事だ。でも違法ではないから、闇バイトに手を染めるくらいならマグロ漁船に乗ることをおすすめするぜ。そんなにポップにおすすめされても困るわ。6つ目に解説するのは、叩き、だぜ。これはお魚の叩きを作るバイトかしら？マグロもカツオも、叩きは美味しいわよね。もうマグロの話はさっき終わったぜ。叩きというのは、もともと警察で使われている隠語で、強盗、のことだ。強盗？バイトで強盗する人なんているわけないじゃないの。それが世の中にはいるんだぜ。このバイトでは文字通り、飲食店や深夜の民家などに押し入って強盗をする。
一人でやらされるわけではなく、依頼者や実行役など、他の人と一緒にやることになるぜ。初心者の場合、家に押し入ってから家主を縛り付ける役をやらされるらしい。初心者、下っ端でも立派な犯罪者ね。報酬は手に入れた金額の、5から 10% ほどという場合が多いようだぜ。Twitter や Instagram で募集されていて、急募、高収入、側近、即日日払い、未経験者歓迎、などの謳い文句が書かれているようだ。あとはかなりの高額を稼げることをアピールし、本気で人生を変えたい方、困っている方からの DM をお待ちしています、なんて謳われているぜ。耳障りのいいことばかり言ってるけど、仕事内容を聞いたら、普通の人はそこで辞めるわよね。まあ、これも依頼主側としては正当化するためのそれっぽい理由を用意しているようだぜ。ターゲットの人物は裏で悪事を働いていて、自分たちが盗む金も黒い金だから問題ない、とかな。それでも普通は騙されないわよ。だがな、最近ニュースを賑わせている、高齢高所得者の自宅を複数人で襲撃するようなケースにも、叩きのバイトと SNS などで人員募集されて、実行に移されているケースがあるんだぜ。嘘でしょ。どんな理由があっても、他人の金品を奪い取って言い訳ないのに、SNS で、叩き、バイト、ってワードを見かけたら要注意ね。7つ目は、特殊清掃員だぜ。これはなんとなく聞いたことあるけど、一体どんな仕事なのかしら。こちらも実在するお仕事で違法性はないが、耐性のない人にはきつすぎる仕事内容となっているんだ。マグロ漁船と同じ、辛すぎるがゆえに、やってはいけないバイト、ってことね。そうなるな。今さら説明不要かもだが、この仕事は事件や事故の現場や、誰かが自ら人生を終わらせた場所、孤独死した場所などの清掃をする仕事だぜ。壊れている箇所があれば補修もして、人が使えるように復旧する。場合によっては、清掃以外の専門的な技術や機材を必要とするぜ。やっぱり精神的にきつそうな仕事ね。そうだな。血液や体液の掃除、糞尿、害虫の駆除なんかもしなきゃいけない場合があるし、時には遺品の整理や、供養の手配までするようだぜ。掃除するだけじゃないのね。大変だわ。ああ。しかも給料の相場が取り立てて高いというわけでもないようだ。それでいて、ただ掃除などの作業をすればいいというだけではないから。亡くなった人や遺族、依頼者に配慮できる人、力になりたいと考えられるような人じゃないと続かないだろうな。業務内容以上に、軽い気持ちではできない仕事ね。だけど、多くの人がなかなかできない仕事をしてくれている人がいることも事実だから、感謝しなきゃだわ。八つ目は、出会い系サイトの桜、だぜ。これは知ってるわ。女の子になりすましてメッセージのやり取りをする人のことよね。ああ。出会い系サイトに登録している人を騙し、メールのやり取りをさせて、お金をむしり取るというやり方だぜ。じゃあ、中身は女の子ですらない場合もあるのかしら？もちろんだぜ。若い男性なこともあれば、おじさんというパターンもある。そして、可愛い女の子の写真を使って男性を騙すんだぜ。ひどい話よね。でも、メールのやり取りだけでお金をむしり取るっていうのはどういうシステムなの？出会い系サイトでは、メールなどのやり取りをするためにポイントが必要になる。悪質なサイトの場合、なりすましによりそのポイントを買わせるのが目的だ。要は課金させるってことだな。そして中には、もっと利用料金の高いサイトに誘導したりするパターンもあるらしい。改めて聞くと、かなりえげつないわね。出会い系の桜の仕事は昔から存在していて、実は大手のアルバイト情報サイトでも普通に求人募集されていたりするんだぜ。その場合は、データ入力のお仕事です、という文言になっていることが多いそうだ。報酬は時給制だったり、メール一件につき数十円という設定になっていたりするが、どちらにしても普通のバイトよりは稼げるようだぜ。ただメールを売ってるだけなら、って思いがちだけど、ここで紹介するってことは、かなりリスキーだってことよね？ああ、出会い系の桜はかなり取り締まられていて、実際に逮捕されたケースもある。なので、軽い気持ちで応募しちゃ絶対にダメなんだぜ。高収入を謳っている、データ入力のバイトは要注意ね。最後に紹介するのは、美熟女のサポートのバイトだ。何よこれ、怪しさマックスね。一応聞くけど、どんなお仕事内容になっているの？大体が年を召された女性とお食事をしたり、一緒に買い物をしたりなどという内容で、最大で、月に35万から40万円の報酬、と募集内容に書かれていることが多いぜ。下手したら正社員よりも多いくらいの金額じゃない。ちなみにこのバイトは、電柱などに貼られたポスターに載っている電話番号に電話することで、男性なら誰でも、すぐに始められる、とのことだぜ。面接もなしにできるってわけ？どんな人物か知らずに採用しちゃうなんて恐ろしくないのかしら？
まあ、実際には応募してもこんなバイトを開始できることはないんだけどな。実はこれ、一昔前に流行った詐欺なんだよ。確かに、何年か前にはこんな張り紙が繁華街のあちこちに貼られていたわよね。ああ、実際に番号に電話すると、最初は募集先の会社の採用担当者につながるそうだ。実在する電話番号だったのね。ああ、だがこの仕事を始めるには、まずは数万円の登録料が必要だと言われるんだ。実際に指定された口座に入金し、仕事をするために次の連絡を入れると、その電話番号につながることはなく、音信不通になってしまうんだ。何それ、マジでただの詐欺じゃないの？そうだぜ。このバイトの正体は、高収入という蒔絵に釣られた人にお金を振り込ませることが目的の詐欺なんだぜ。昔からこの手の張り紙がなくならない理由が今わかったわ。もはや、バイト、ですらないわね。普通なら嘘だと気づくんだろうけど、騙されてしまう人が一定数いるんだろうな。なので、怪しいポスターに載っている番号に電話なんかしたら、絶対にダメだぜ。そうそううまい話なんてないってことよね、わかったわ。ということで以上が、危険すぎる、絶対にやってはいけない闇バイト9選、だったぜ。やること自体完全 NG な行為から、きつすぎて耐性のない人にはできなさそうなバイトまでいろいろあるのね。そうだな。大体が、誰でも簡単に、楽して、なんてワード付きで募集されていることが多いからな。マジでみんなは引っかからないでくれよな。今回の動画が少しでも多くの人への注意喚起になってくれていたら嬉しいわ。私もそう思うぜ。それじゃあ、今日の動画はここまでだ。動画への感想やご意見など、気軽にコメントしていってね。最後までご視聴ありがとうございました。ゆっくりダークフォックスをご覧いただき、ありがとうございました。この他にも、おすすめの動画がたくさんあるので、ぜひご覧ください。それでは、またね。